社会人怖いな。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 怖変わらないで最初を動かしてヨルシカバンドです。ちょっとチューニングがあるんでチューニングしながら喋ります。とサポートで、あ、メンバー紹介します。とりあえず今サポートで入ってくれたキーボーのハナタンです。でドラムのサリーです。ギターのミズキです。で、今回1年生のベース、みほです。
で、私ボーカル藤井優衣です。あ、そうです。真ん中通るって言ったわけじゃないです。あ、そうですね。一戦戦えます。あ、ほら、まだ知ってる。じゃあ、いいよ。マジで、結構今回卒業した。卒業ライブです。今のが愛二乗っていう曲で、私、もともとすごい夜しか好きだったんですよ。で、ケンタロウとかトモクとかもヨルシカ好きで、みんなで曲をやりたいねって話してて、で、そんな時にミーホが新入生として入ってきまして、なんか LINE のミュージックがあるじゃないですか。あれ見るとヨルシカだったんですよ。あれ、この子もしかしてヨルシカ好きなのかなと思って声をかけてみると、いや好きなんですよって言われてやりました。そんなきっかけ。ご紹介をしなよ。みんなからミーホって呼ばれてます。ベースの太田美穂です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ヨルシカめっちゃ好きなんで、今回ユイ先輩が誘ってくれてすごい嬉しかったです。ありがとうございます。いやいや、こちらこそできて嬉しいです。なんかみんな、原田もそうなんだけど、みんなヨルシカが好きで集まってくれて、なのでできてとても嬉しいです。なんか一応高校の時にちょっとベースをやってたみたいなんですけど、よろしくが結構難しくて、すごい仕上げてきてくれたというかね。やってないらしいですよ。まあでもすごいとてもいいフレーズを弾いてくれるので、注目してみてください。じゃあ次入ってますか？入ってますか？マイク。OK です。知らない。サブ来るもん。Yes.
に咲くっていう曲なんですけど、なんかヨルシカって結構曲のコンセプトみたいなのがあって、ぜひ聴いてみてほしいんですよ。今やったのがあの夏に咲けっていう曲で、次の曲がカトレアっていう、ベースめっちゃかっこいいんで、ほんと聴いてあげてそう、カトレアっていう曲をやるんだけど、それがちょっと歌詞がね、つながってたりとか、メロディーもちょっと似てたりとかするんですよ。深いので歌詞が、ぜひ聴いてほしいっていう、私とミホからの思いなんか、語る じゃあもう次に行きます。ラストの曲なのでめっちゃかっこいいし、めっちゃ乗れると思うので、知ってる人はぜひ飛んで、知らない人も次へって思いながら聴いてくださいじゃあ行きます。Thank you.